せっかくの装備が強化失敗でロスト。おまけに所持金もゼロ。はぁ、もう一回ダンジョンに入ってお金を稼ぎ直さないと。そんな。せっかくの装備が強化失敗でロスト。おまけに所持金もゼロ。はぁ、もう一回ダンジョンに入ってお金を稼ぎ直さないと。はぁ、明石の装備強化メニュー、もう少し準備してから利用すればよかった。装備を鍛え直すか、別のを買うか、いずれにしても資金が必要ですよね。大金をどうやって稼げば。確率でロストする可能性があるのは分かっていますよ。でも、これのせいで、みんなの足を引っ張らなければいいですけど。いっそのこと格闘家に転職すればいいですって、綾波のように器用じゃありませんから。防御力なら心配ありませんよ。ほら、水着でも戦いはしますから。え、私の担当ですか？しまった。忘れてた。なでなで？あ、これのことですね。ギルドに行ってクエストを確認しませんと。もう、こんな時に。頭撫でるだけでごまかせる子じゃないです。指揮官、ちゃんと仕事してくださいね。ジャベリン、あのクエストは難易度が高すぎますよ。私の装備台に？もう、ラフィン！任務報酬をうっかり燃やさないでください！メール？クエストのお誘いだといいけど。おかえりなさい。まだ立ち直れていないので。すみません。ダメ。まだ泣いちゃう。指揮官、今勉強中です。邪魔しないでいただけます？勉強は大切ですよ。知識は力なりと、偉人の方がおっしゃっていました。フランスといえばベーコン？たく、もう何を言ってるんですか？疲れましたか？はい。休憩も大切です。膝枕ですか？しょうがない。少しだけですよ。指揮官、なんで私を見るんですか？真剣な表情が綺麗。バカ！自分のことでもしてよ！指揮官は知っていますか？高いところに立っていれば遠くが見えるけど、より孤独を感じることを。指揮官には高いところを目指してほしいですけど、その時にも今のように毎日楽しんでいてもらいたいです。これが指揮官が認めてくれた証。わかりました。ニーミはこれからも指揮官のそばにいて、正しく楽しく生きていくように努力します。委託物資が届いたようですね。ここでは使えませんけど。
指揮官と一緒に上に行きたいです。みんな行くよ。頑張ってお金を稼いで装備を揃えなくちゃ。こんな装備じゃ。当たれ。対策を考えないと。